つまりアプローチよりもこういった場合は自分磨きが大切なんです。はい、皆さんこんにちは、りょうきです。今日はこれを聞くだけで男性との関係が発展しますというお話をしていきたいと思います。気になる男性や好きな男性となかなか発展しないというお悩みってありませんか？ずっと友達のような関係から全く進展しないとか、そんな方はあることをやってほしいんです。これをやるのとやってないのとでは全く違ってくるからです。ですから今日はこれを聞くだけで男性との関係が発展しますというお話をしていきたいと思います。ではまずこのようなご質問を LINE の方でいただいたのでご紹介させていただきます。りょうきさんこんにちは。はい、こんにちは。質問があります。私はシングルマザーのバツイチ46歳です。私には気になっている年下の39歳の男性がいます。何回かお食事には行ったのですが思うように進展しません。なのでそんな彼から好意を抱いてもらえるような方法ってありませんか？彼と発展進展させる方法が知りたいです。よろしくお願いしますというご相談です。ありがとうございます。なるほど、そうですね。なかなか発展しない時ってありますよね。気持ちはわかります。そういう時にやってほしいことがあるんです。ですので今からこれを聞くだけで男性との関係が発展しますというお話をしていきたいと思います。これを聞くだけで男性との関係が発展します。4選です。まず1つ目です。1つ目は恋愛以外のあなたの人生を一歩進ませるになります。何をしても彼との関係が発展しない、彼との関係が行き詰まっている、彼との関係がうまくいかない、このような時ってありますよね。ですがそんな時ほど人は何とかしようと恋愛にばかりエネルギーを注いでしまいます。恋愛一極集中っていう感じですかね。そうなるととっても焦ってしまいますし、余計に空回りしてしまうんです。そうなると負のスパイラルに突入してしまいますよね。なのでそんな時は彼との関係を進ませることよりもまず恋愛以外の皆さんの人生を一歩進ませるようにする、これが大切なんです。皆さんの人生の何かが一歩進んで皆さんのステージが上がると、ついでに恋愛のステージも上がってくるからです。徹底的なこう底上げをしていくっていう感じですね。つまり今のままのステージにいると今のままのステージをずっと体感してしまうということなんですね。ですから彼との関係が停滞しているときは他のことを先に進ませてほしいんです。今までやろうと思ってたことでまだやってないこととか、今までやりたいと思って気になっていたこととか、こちらを先に進めるようにしてください。買いたかったものを買いに行くとか、お風呂の気になっていたカビを取るとか、行きたかった習い事に行くとか、気になっていた部屋の掃除をするとか、いらない荒ゴミを捨てるとか、溜まっていた請求書の支払いをする、壊れた電化製品の修理に行く、溜まったメールの返信をする、先延ばしにしていた約束を実行する、押し入れの整理整頓をするとか、読みたかった本を読むなど、もう何でもいいんです。細かいことから大きなことまでやってください。今すぐやれることから挑戦するといいですね。要はやりたいことを無視していると心の中に不完了が残ったままになってしまうんです。すると不完了な現実で満たされるんですね。現実は皆さんの心の中を投影して映し出しているからです。すると人生全体が停滞して進まなくなってくるわけです。ですので彼との関係が停滞しているときは、今までやろうと思っていたけどまだやっていないことはないかどうか、今までやりたいと思っていて気になっていたことはないかどうか、このあたりを見ていくようにしてください。そしてまずはそちらを先にやって完了していくようにしてみましょう。今までやり残したことを完了していくんです。一つずつ完了されると心の中はよりクリアになってきます。それらにつられて恋愛の方もクリアになってくるはずです。そして二つ目です。二つ目は魅力的な女性の雰囲気を最大限に作っていくになります。なかなか恋愛が発展しない場合はどこに力を入れているのかが大切になってきます。例えば皆さんが体の調子を整えるサプリメントの営業をしていたとします。そしてお客さんに頑張ってアピールしても全然売れないやと思っていた時、スラッとしていて痩せていてダイエットに興味がないお客さんに、これはダイエットの効果が実証されているサプリメントなんです、1ヶ月で3キロ痩せた人もいますとアピールしていたとしたら売れませんよね。その人はそこに興味がないからです。たとえそれが美肌にもいいサプリメントだったとしても、ダイエットとしてアピールしていたら売れませんよね。つまり同じものだとしても力入れるところを間違えたら全く売れないわけです。これは恋愛でも同様です。頑張ってもうまくいかないときは他に力入れるところがあるはずなんです。例えば彼にアプローチするよりも他のところで力を入れるところです。それは皆さん何だと思いますか？それはね、魅力的な女性の雰囲気を最大限に作っていくということなんです。なかなか進展しないときは相手がかなり奥手な男性か、雰囲気的に女性として見られてないことが大きな原因の一つだったりするんです。ですから恋愛ノウハウとか、テンプレを使って LINE を返信するとか、恋愛ノウハウを使ってアプローチして進展させようとか、
そうするよりも魅力的で女性的な雰囲気を作った方が早いですね。雰囲気イケメンって言いますよね。それなら女性バージョン雰囲気美人です。ところで皆さんは他の男性にモテていますか？雰囲気美人になって他の男性にモテるようになるといいですね。なぜなら他の男性にモテるようになると、お目当ての彼は無意識化でモテる皆さんのエネルギーを感じて皆さんに惹かれるようになりますからね。男性はそういう生き物なんです。つまりアプローチよりもこういった場合は自分磨きが大切なんです。そして3つ目です。3つ目はしないことリストを作るになります。まずなかなか関係が発展しないときはあまり急がない方がいいですね。急がば回れなんです。こういったケースは男性心理的には興味あるけどまだ決められないといった感じなんです。まだ皆さんを見極めているような段階です。だからこそなんとなく関わるのではなくて戦略的に関わっていくといいわけです。戦略的に関わりながら相手の反応を見てください。そうするには皆さんのメンタルがクリアであることが前提です。皆さんのメンタルがクリアでないなら先にメンタルの浄化をするといいですね。そしてメンタルを整えてデートを重ねながら彼が今までどんな人と付き合ってきたかをリサーチしてください。彼リストを制作するんです。今まで付き合っていた人の特徴、その人たちの好きだったところ、付き合ったきっかけなどですね。そのリストに彼のタイプの女性の特徴が散りばめられているからです。そして内面外面ともにそこにできる限り近づけてほしいんです。そしてもっと大切なことが別れた理由、嫌いになった理由、そういうところもリストアップするといいですね。嫌だったところとかね。そうするとしない方がいいことリストも作れます。これこそが大事なんですけどね。当然そのしない方がいいことリストにあることはやめるようにしましょう。このような彼リストを急がずにじっくり作っていけばいいんです。そしてそれをもとに彼と接していってください。なんとなく彼と接しているよりこのように戦略的に接していくようにするといいわけです。すると彼と発展していく可能性が高くなります。そして4つ目です。4つ目は影の部分を受け入れるになります。この世では光と影がワンセットでやってきます。いくら光の世界であっても影の部分は必ず存在するんです。例えば恋人と発展するというような光の世界を得たいなら自分だけの自由な時間がなくなる。面倒くさいことを言われるかもしれない。仲良くなってから彼に振られる可能性もある。このような影の世界ですね。これは必ず存在するんです。ただこのような影の世界を受け入れたら光の世界を得ることができるわけです。光を得れないのは影を受け入れることを拒否しているからとも言えます。なので影の世界を受け入れないことにはずっと光の世界は得れないということです。ということはまず彼と発展することで自分が避けたいと思う影のところを書き出してみてください。そしてそこを自分の中でそうなってもよしと覚悟するようにしてみてくださいね。それとは光の世界、つまり彼と発展する世界が作られてきます。以上が男性との関係を発展させる方法4選になります。いかがでしょうか。まとめますと、まず1つ目が恋愛以外で皆さんの人生を一歩進ませる。そして2つ目が魅力的で女性的な雰囲気を最大限に作っていく。そして3つ目がしないことリストを作る。そして4つ目が影の部分を受け入れるになります。男性との関係を発展させる方法、ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。LINE の方ではご相談の方をお待ちしております。概要欄の方に URL を貼っておきますので、ぜひご登録ください。 LINE をご登録いただけますと、男性心と宇宙の法則をマスターし、理想の出会いと彼との結婚を引き寄せる3つのエキスセミナーをプレゼントさせていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。